はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。俺たちのテレ東とネット民に愛されますテレビ東京が5月28日自社サイトと YouTube でお詫び番組を配信しました。お詫びとは昨年の3月28日に放送されました激録警察密着24時びっくりマークびっくりマークという番組で、不適切にも程がある内容が放送されていたというものです。テレ東の説明によりますと、この日の警察密着24時みたいな番組というのは、鬼滅の刃の商品に関する不正競争防止法違反事件を取り上げていたようなんです。捜査の過程で4人が逮捕されるも、結局そのうちの3人は不起訴だったということ、これを番組の中で伝えていなかったというんです。一方、その番組の中では容疑者のように扱っていた人たちを逆ギレとテロップを入れたり、今度は泣き落としと刺激的なナレーションを重ねることで、いわば不貞やからだと煽りに煽りまくっていたということです。とどめは、偽鬼滅組織を一網打尽とテロップをドドンと打ち出しまして、ただし実のところ4人逮捕されて3人が不起訴ですから、行き過ぎた演出で関係者の名誉を傷つけましたとして、そしてお詫び番組を作ってごめんなさいとしたということです。そして警察密着の一つの売りでもあります警察署内での会話や会議の模様というのが VTR で紹介されたんですけど、それこの件と別件というよりも、それが終わった後に撮影されたものだったというんです。そうなりますと、やらせすら疑われてしまうということです。そしてここからは、さすが俺たちのテレ東といったところになるんでしょうか。5月30日の定例会見でテレビ東京の石川一郎社長が事情を説明してごめんなさいと謝罪した上で、もうやめますと宣言したんです。警察密着シリーズというのは一定の視聴率を稼げるドル箱だったというのがテレビ界隈の常識でした。ただこれ、各局が同じような番組作るので、近年はマンネリが指摘され続けていたんです。差は去りながらですけれど、いわば2時間とか3時間の特別番組の中の一つの企画コーナー、ここで問題があったとして番組全体を取りやめる、今後も取りやめるというのは結構な決断です。だからネットではこれ大英断のような受け止めも一部で確認されております。いや、不祥事を起こしたんだから当然じゃないかという反論があって、私もそれに半分ぐらい同意します。ただこれまでのテレビ界隈、いやマスコミ界隈というのがひどすぎたんです。朝日新聞の公式ツイッターアカウントが、テレ東警察密着番組やめるってよとばかりの見出しを取ったツイートをしたところ、そちらに即座にコミュニティノートがついておりました。そして朝日新聞のツイートには、あの KY サンゴだとか慰安婦報道だとか朝日新聞の悪行三昧が指摘され続けておりました。これですよ、テレ東を擁護しないんですが、他のメディアもっとひどいよねっていう話、それがネットで共有されていたんです。やらかしているのはもちろん朝日新聞だけじゃありません。朝日新聞が筆頭株主のテレビ朝日、昭和60年1985年発覚したのがアフタヌーンショーというワイドショーでのやらせリンチ事件です。それから10年の時も経たずにニュースステーションを舞台にして行われたのが椿事件です。さらに令和に入ってからトースポ命名による玉川事件、当時テレビ朝日の社員だった玉川徹さんが政治的意図を匂わせない演出をテレビマンならするはずだと、安倍元総理の国葬儀での菅義偉前総理大臣の友人代表としての感動的な弔辞を草しまして、それは電通が入っているからだとして、そんな舞台裏をうっかりポロリと自白してしまった玉川徹さんは、平成元年にテレビ朝日に入社しまして、令和に入り定年退職を迎えるまでワイドショー一筋、ワイドショー畑一筋というミスターワイドショー、ミスターテレビ朝日のような人物、そんな彼が政治的意図を匂わせない演出という印象操作をしていたと自白しちゃったんです。そして未だにテレビ朝日羽鳥慎一モーニングショーという番組は続いちゃっております。続いてると言いますと TBS のワイドショーです。いわゆるオウムビデオ事件です。
TBS はオウム真理教の幹部の求めに応じて坂本堤弁護士のインタビュー VTR を見せてしまいました。これがオウム真理教が暴走するきっかけの一つになったという話なんですが、 TBS ではこのことずっと隠し続けました。日テレがこれをスクープした時に、何をデタラメ言ってんだ、訴えてやるぞとばかりに逆切れしたのが TBS です。結局内部告発によって明らかになって国会案件にまでなりました。その時 TBS はワイドショーやめますと言ったんですが、令和の今も続く毎週日曜の朝からネットを騒がせております TBS サンデーモーニングは、制作する部署の看板を書き換えたんですかね、まあ、場所が変わったからこれワイドショーじゃないという、そういう設定で番組を温存させ、打ち切ったはずのワイドショーもしばらくもせずにしれっと復活させております。こうしたテレビ業界の悪行三昧の体質から言って、テレ東も警察密着番組一旦やめといてほとぼりが冷めたらと再開する可能性は残されていますよ。しかし他のテレビ局と比べて素早く決断したわけです。だからネットで高く評価する声もあるんです。白がこう言ってます、損切り。これ実のところビジネス的に見ると当たり前のことを決断したんです。それを損切りと呼びます。株式取引で損切りを説明するとこうなります。例えば100万円を使って手に入れた株券が、この価値が市場価格が50万円になったとします。100万円で買ったものが50万円になって、これを売りますと50万円の損失です。これを損切りと呼びます。またざっくりと言って、借金をして株式取引をしている信用売買の場合、ひとたび損失が出ますと青天井といって無限大の損失が出る取引もあるので、損切りというのは大変重要なんです。これ以上損をしないために損を切り捨てるということです。一方現金だけの取引の場合、100万円で買った株券が50万円になってもそれ以上損することはありませんが、これを50万円の半分でもいいから売っ払った時に50万円の現金が手元に残りますので、この50万円で他の株式取引にお金を入れたり別の商売に回したりすることができます。よって損切りすることによって新しいことにチャレンジすることもできるということ。テレビ東京が警察密着番組やめるってよっていう話は、いわば損切りで、警察密着番組に割いていた人的リソース、費用、経費、これを他の番組に回すという経営判断をしたと見ることができるんです。またすでに他のテレビ局でも蘇生乱造されているのがこの警察密着番組です。それを終了することで、番組を終了することで、今後のあえて言うならばやらせリスクをゼロに近づけることができる。さらには番組打ち切りによって一罰百回と社内的に知らしめることができるという、こういう経営的な狙いがあったと読み解くこともできるんです。これまるでテレビ業界の未来予想図のようでもあるんです。5月中旬に出揃った決算を見ますと、各テレビ局のテレビ事業の終了は既定路線となっておりました。あとはいつその日がテレビ終了が訪れるかのタイミング待ちのような状態です。テレビ事業だけを見たときに、視聴率三冠王争いをしておりますテレビ朝日と日テレは悲惨で、かつての視聴率の王者、三冠王を誇ったフジテレビは無惨となっています。そんな中、テレビ東京の決算は微増、わずかに上回っていて、さらに過去最高益、過去最多を更新しているんです。これ政策保有株という内部留保を吐き出しているという面はあるとはいえ、決算内容を見てみてもテレビ放送がマイナスでえぐれている分をライツ事業というのがカバーしていて、そのリカバリーは 97% もテレビ事業がえぐったマイナスをリカバリーしているんです。日テレとテレ朝を悲惨、フジテレビを無惨としましたが、ここに名前が挙がってないのがテレ東と TBS。 TBS とテレ東とは、言うなればパラビから接続した U-NEXT 連合という言い方もできるんです。ネット配信の U-NEXT の収益が
テレビ放送のマイナスの全てをカバーしているわけではありません。ただ決算を見ますと、テレビ東京も TBS もネット配信にかなりの比重を置きつつあるんです。テレ東はさらにトライブリッドという3つの柱を掲げていて、それが放送配信アニメ、放送配信アニメの3本柱。そして細かく見ていきますと、テレビ放送の放送に関しては現状維持、なんとか現状維持していく中で、配信とアニメに力を入れる。配信というのは海外への番組販売、番販も含めてで、これアニメも以下同文です。またテレ東は全部の番組のネット配信を掲げているだけじゃなく、このネット配信の収益化、収益率の向上、これも掲げているんです。ここでまさにちょうど1年前の令和5年6月1日の現代イズメディアの見出しを紹介しておきます。日経テレ東大学を潰し、看板プロデューサーを退任に追い込んだテレ東株主総会、元日経記者の告発の迫力。何かと言いますと、2021年に開設しまして、瞬く間にチャンネル登録者100万人を突破した。当時人気 YouTube チャンネルだった日経テレ東大学、これが昨年3月をもちまして打ち切りとなりました。チャンネルを立ち上げました敏腕プロデューサー高橋ひろきさんはテレビ東京を追われるようにして退社していったなんて報道がありました。打ち切りの理由はテレ東の親会社である日経新聞から横やりが入ったというもので、この横やりが入った理由は日経新聞のスター記者後藤達也さんを日経テレ東大学に出演させたこと。これによって日経新聞方面からジェラジェラのジェラシーによって横やりが入って、そして番組が潰されたという噂が主に関係者周辺から拡散されておりました。一方、日経テレ東大学での人気コンテンツといいますと、あの匿名掲示板2チャンネルのボードメンバーのお一人であるひろゆきさん、さらにはイェール大学のアシスタントなんちゃらという肩書きを持ちます成田悠介さん、彼らが出演する番組が人気コンテンツだったんですが、ひろゆきさんというと元祖うざがらみ系というか、あちらこちらでお騒がせを起こしまして、イェール大学の成田悠介さんといいますと、高齢者への排除の論理としておきましょうか。排除の論理を公言して、あちらこちらで炎上しております。そんな日経テレ東大学については、やはり1年ぐらい前に株主総会を前に、物言う株主が30億円の価値があると掲げていた。株主提案とこれどういうことだということを東洋経済オンラインが伝えておりました。そんな30億円の価値があると言われておりますドル箱コンテンツを、なぜテレビ東京は打ち切ったのかということです。白がこう言ってます。損切り。日経テレ東大学の終了から1年経ったテレビ東京は過去最高益を更新しました。目先の利益として30億円が見込めたとしても、それが企業イメージの足をミョンミョンミョンと引っ張ったんであれば、経営的にはマイナスになってしまいます。このようなリスクを排除するのも損切りなんです。さらにですよ、 YouTube の収益性の悪化というのはこの数年来、まあ、YouTube 界隈ではずっと指摘され続けていたことなんです。ネット配信のコンテンツの存在感は高まり続けています。ただそれは YouTube じゃなくても Unext でも OK、 それがテレビ東京の立場なんです。そして今回のテレビ東京の警察密着番組やめるってよという決断は、テレ東としては他のコンテンツでしっかり稼げますよという判断をしたということです。さらには1年前の日経テレ東大学を終了させたこと、この経営判断が正しかったということになります。そしてもはや情報構造がフローからストックに変わっているんです。ひろゆきさんやイェール大学の成田悠介さんの人気にあやかったとしても、そこで起こっているボヤのようなというか、この火種がずっと残り続けるということは、いずれ何かでボッとなってしまう、その内包するリスクを損切りによりまして、消えた消えた、なるへそとしたかったということなんじゃないでしょうか。そして少なくともこの1年間を見る限り、それは正解だったということです。いずれにせよ、昭和時代から繰り返されてきたテレビの煽り運転のような、そんな番組がもはや見逃されずに、消えた消えた、やった
となる時代になったことを確認してしまう週末でございます。我々の魅力は無力じゃないんです。というわけでみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんじゃんけんじゃんけんグー、私がグーなのでパーを出したあなた、パッとしてグー、おめでとうございます。私と同じグーを出したあなた、ピシークロスカウンター、やるな何者だ。そしてチョキを出したあなた、名古屋地方でチョキはいい、平和を愛するピースサイン。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバーイ。